はい、今日のデザート、ジップロックに、ちょっと潰したバナナ、冷凍にしておきました。これに、キッコーマンのバナナ豆乳と、あと、牛乳。これ砂糖入れました。ちょっと甘くしたい。これをね、ちょっと硬い。バナナがちょっと、でかすぎる。まあちょっとカチンコチンのバナナなんだけど、ジップロックだ、便利機能を使ってですね、でバナナジュースを作っていきます。これちょっと横に置いておいて、はい、豆乳バナナ、冷凍バナナにまず豆乳バナナもちょっとこう、大丈夫かこれ、じゃん、牛乳入れて、いや、もっと牛乳入れた方がいいような気もする。牛乳と豆乳、バナナを入れて、ちょっとコーヒー冷めたか。これをちょっと潰していきます。なかなか硬いですね。ちょっと凍らせすぎちゃったね。でもいいんじゃない？お、あんなに硬かったのがなくなった。これをグラスについていきます。はい、グラスをとりあえず3つ用意したんで、次の、バナナシェイクだね、見たの。映ってなかったかな？今の、ちょっと、でも映ったね、真ん中。はい、ジップロック使ったバナナジュース完成です。飲んでいくぜ。はい、今日のデザート、バナナシェイク、あ、ジップロックで凍らせたバナナのシェイク、飲んでいくぜ。お、あ、うまいけどガムの味ですね。まずくはないです。バナナ半解凍じゃねえよ、潰す大きいゴロッとバナナのバナナシェイク。みんな今あの動画撮影してから文句言われてねえけど、撮り終わったら多分文句だった。え、味うまいよ。うん、飲める。スプーンで買える。ちょ、普通のあの買ったバナナだからね、大丈夫だからね、変なやつじゃねえから。うん、まあ。